神羅万象支配とは四大世界の頂点に立つ素質がある者だけが得ることができる究極の力。神羅万象支配にも各能力がある。愚かで哀れな主様の神羅万象支配の能力はミガドルエデン。ミガドルエデンはいわば自身の中に世界があり、あまたの可能性、究極を生み出し、それを服従、刺激する能力。世界、つまり愚かで哀れな主様の中には広大な世界があるというわけだ。ミガドルエデンには五構成連合と呼ばれる五大従属が存在する。その一つ一つには役割があり、そして種族も構成も全く違う。一つは表では先属神と呼ばれる者たち、それらをミガドルエデンではミガドルソーマと呼ぶ。器とは主様の器を10等分して持ち合わせているからそう呼ばれている。わかりやすい例えだとカナは主様の感情や思考が共有される、それもカナが得た主の心の効果だ。最大構成員は10名、番号序列式で振り分けしている。第2の組織は私が所属するヘブンズハート。我が主様の可能性を極限まで極めた姿で生まれるのが私たちだ。私ネルは攻撃の究極系、他にも守備の究極系、能力の究極系、などのメンバーがいる。私たちは主様が帝化するときに選ばれ、その色によって主様の神羅万象支配の戦闘スタイルが決まる。現時点での構成員は7名、色分け式で振り分けられている。なお、我が主様から新たな可能性が生まれた場合、私たちの構成員も増える。第3の組織はエンペラーベスティア。攻撃護衛に特化した獣族の組織だ。契約式で主様のミガドルエデンから出ることを許された神獣だ。主に主様の戦闘面の護衛が使命となっている。私たちをただ表に出すのはミカドオーラは必要ない。だが、ヘブンズハートを戦わせるために召喚する場合、その都度ミカドオーラが必要となる。だが、エンペラーベスティアは最初こそオーラがいるが一度契約すればミカドオーラなしで召喚が可能となる。その代わり実力は私たちよりはるかに劣るがな。構成員は10名、音量5様式で振り分けされている。なお、ミガドルエデン内では多く存在する種族のため、構成員以外の神獣も無限に存在する。次は第4の組織、レイアポストール。守護護衛に特化した天使族の組織だ。契約上では先ほどのエンペラーベスティアと同じだ。獣族か天使族かの違いくらいだ。我が主様の好みが試される選択だな。ちなみに特化と言っているが別に、攻撃しかできないとかではなく、得意な奴が多い、程度の認識だ。構成員は11名、セフィラ式で振り分けされている。なお、この種族もミガドルエデン内では多く存在するため、構成員以外の天使も無限に存在する。第5の組織は、レイナシオン。主様のミカドオーラを製造、管理する精霊族の組織だ。この精霊族は倒すことで契約することができて、倒した分ミカドオーラの1日に増えるオーラ数が増えるんだ。一度契約すれば召喚は可能だが、獣と天使に比べたら劣る、使い魔程度の役にしか立たないだろう。だが一度契約した精霊の能力を自身の能力として扱えるからどんどん倒すといいだろう。ミガドルエデン内では獣族、天使族よりはるかに強いがな。構成員は22名、大アルカナ式で振り分けされている。この種族も構成員以外にも無限に存在する。ミガドルエデンは天界に天使族、地界に獣族、全域に存在する精霊族、それらを統べるヘブンズハート、ミガドルエデン外を守る器。この5つの種族の組織を総称して五構成連合と呼ばれる。記憶力と理解力が残念な主様は何度もこの説明を見て理解しろ。あいにく何度も説明するほど私は優しくないんでね。理解したかい、我が情けない主様。わざわざ長い時間説明ありがとう。この程度造作もない。安心して主様、これくらいで先ほどのお礼を果たしたとは思っておらんからな。むしろこれからだ。さっきも説明したが、外界に出るだけならミカドオーラなしで私たち、他には一度契約した従属を無償で出すことができる。私を外界に出すのだ。なら即力になってやろう。ネル、さっきから主様に対する態度が悪い。もっと直して。フラ、あなたこそ人の世界に無断で入ってきてくれよ。誰だ、この子、俺は知らない。そうね、フラはメリアが封印した4ヶ月の間に生まれたヘブンズハートのメンバー。お初お目にかかります。私はヘブンズハート、のフラです。私は主様の理想の可能性から生まれました。扱う技は帝のカブラ。全工程無視で理想、思念を強制的に完全再現します。お見知りおきを。ふむ、そこまで丁寧に挨拶をされたら私も再度やらねばな。私は、ヘブンズハート、核、のネルだ。私はこの主様の攻撃の可能性、から生まれた。扱う技は帝の絶権、全権利の剥奪、支配をする。再度覚えておけ。それでフラ、ここまで何をしに来たのだ？メルが無理やり主様の意識をこの世界に持ってきた。だから注意しに来たの。構わんだろう、この愚かな主様の力になろうとしていたのだから。悪い、少しいいか？なんだい、空気の読めない主様よ。私の広大な心の広さに免じて喋ることを許すぞ。なんか女性率高くないか？いや、俺はメル含めて3人知ってるけど、3人とも女性だったよね。それで今回のフラも女性だ。デリカシーのかけらもない主様よ。私はまだ女性と言われるより、女の子と呼ばれる方がいいぞ。聞いてないよ。まあ、確かに帝ルエデンに存在するのはみんな女性だ。そしてこれから先生まれてくるのも女性だ。なんで女性ばかりなの？女は嫌か。主様からしたら楽園のようなものだろう。足で踏んであげようか。俺は M じゃない？いや、女性だけっていうのもいいけど、でも少しでも男も生まれた方が。いやいや、女性運極ぶりの主様よ。それには理由があるのだよ。理由、なんだい？言ってみんな。ねえねえ、二人だけで話さないでよ。寂しいよ。悪い、なら二人で聞こう。なんで俺の帝ルエデンは女性しか生まれないんだよ。主様の体、つまり器はほぼ専属神たちのものだからだ。さっきも言っただろう、専属神には各自10等分に主様の器が与えられていると。だとしても今は7人、3割は残っているじゃないか。そもそも、主様の今の器はメリアと月下でできていた、元があの2人だ。どうあがいても女性しか生まれないだろ。メリアが2年間体内で自身のエネルギーを送ったから突然変異で神羅万象が生まれた。月下の記憶、魂を媒体にしたから主様の神羅万象の能力が帝ルエデンになった。つまり、メリアと月下がいなければこの力はそもそも存在していない。じゃあ今の俺って何？以前のパトの抜け殻、そして、メリアや月下で器が満たされた以前のパトとは違う新たな存在。3年前からすでに主様は別の生命体だ。昔と違って当たり前だ。今、オーブを集めているがいるのは力のみで、今の主様が変わるなどありえないだろうな。何せ、昔とは完全に別個体だからな。そうなんだ、知らなかった。そこのフラ、主様の専属神の一人、ソフィアに似ているだろう。それはソフィアのエネルギーを空気継いで生まれたからだろうな。なあ、フラ、悪い、そのマント取ってくれるか。別にいいけど。売り二つだ。髪の毛が短いだけですごく似てる。この世界は今後、私たちや専属神、主様の経験や可能性、知識、という多くの要素で混ざり合い多くの存在が一日に無限に近い数が帝ルエデンに生まれ落ちるだろう。帝ルエデンの本来の力の使い方は勢力の集合体だ。帝ルエデン内の従属すべてが主様の戦力だ。月下に感謝するんだな。あの子がいなければ神羅万象は得ても大した能力にはならなかった。そっか、それは俺が死ぬまで感謝しないとな。ネル、まあ、女性しか生まれない理由とか、能力については分かった。それでネルは俺に何を教えてくれるんだ？明日から一人一日ずつかけて、主様と専属神、月下7名に戦闘の技術向上の手助けをしよう。なんで一日ずつ？俺の帝オーラの回復量が1日1オーラだからだろう。どうせ大会で使わないなら大会前に使えばいい。1オーラあれば我々も最低限の力は出せるからな。それでネル、さっき俺2例とか10とか言ってたが今俺の本当のオーラ量はどれだけあるんだ？10余ってる。それと、帝オーラにならなかった数が多くある。これで、エンペラーベスティアと、レイアポストールの両方1名を契約する。それで大会に挑む、レイナシオンは挑むつもりだが、まあ、時間の無駄と気づくだろう。よし、あのネルがここまで動いてくれるんだ。俺もやらないとな。あれ、私出てきた意味なかった。そんなことないぞ、フラ。俺のために一日だけ力を貸してくれ、頼む。主様の命令なら断らないよ。では、とりあえず私が外界に出てメリアに挨拶でもしておこうかな。なら私は戻ろう。あまりいるとネルに怒られる。先ほどは冗談だ。いつでも遊びに来るがいい。私も日頃は暇なのだ。同じ、ヘブンズハート、いがみ合いなど無作法というものだろう。なら今度また来るよ。私も暇だし。では非力で頼りない我が主様、私と共に外界に出よう。はいはい、どうやったら抜け出せるんだよ。知らぬのか、無知で哀れな主様。扉をイメージするといい、すればすぐに出口が現れる。そうか、わかった。一気に風景が変わった。さあ、行くぞ、時間に疎い主様。ネル、敬えとは言わないけどその言い方どうにかならないの？安心するといい、ただの照れ隠しだよ、主様。それを堂々と、わからないよネルは。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。